マニーマークはアメリカ合衆国ミシガン州ミシガン州でトロイト出身のキーボーディスト、音楽プロデューサー。1960年に日系アメリカ人の父とメキシコ系アメリカ人の母の間に生まれる。14歳の時にピアノの演奏と作曲を独学で始める。大学卒業後、ハリウッドの舞台装置を制作する会社に就職し、後に大工として独立する。 ビースティ・ボーイズから自宅回収の大工として仕事を依頼されメンバーと知り合う。以後、ビースティ・ボーイズのアルバム、チェック・ユア・ヘッドにキーボーディストとして参加する。自らが全楽器を演奏したファーストアルバム、マーク・エス・キーボード・リペアは1995年に全英チャート35位を記録した。1998年に発表したセカンドアルバム、 プッシュザボタンは前衛チャート17位のヒットを記録し、シングルカットされたハンドイン・イワ・ヘッドは前衛チャート40位を記録した。また、アルバム収録曲プッシュザボタンはアップルの iMac の CM に使用された。これらのヒットを機にベック、イーグル・アイ・チェリー、フェミクティ、サンタナラのアルバムへ参加した。2004年には映画モーグのサントラに楽曲を提供している。 また、映画、スプラウトのサントラを制作する上で、ジャック・ジョンソン、トミー・イゲレロラと共にスプラウトハウスバンドを結成した。ありがとうございます。